小林和友は、幕末期から明治期半ばの日本の測量及び、気象官僚。第二代中央気象台台長。最後の官林丸船長。1835年、現在の福岡県にて出生。1858年、築地の軍艦総連署で荒井久之助らと学び、そのまま教官となる。1868年、母親戦争では、 榎本武明に従い管理丸を操縦し、函館に向かうが、嵐のため遭難し早くに官軍に降伏した。1869年、明治政府の簡単な処罰の後、民部省に出資し、地理士と土木士の大助を兼務。旧幕審議官を集めて、国土測量事業を起こそうとしたが、民部省廃止のため頓挫。 鉄道係の小野智五郎や佐藤正義らに協力し一時鉄道測量に参加したが、工部省が発足すると、小林は鉄道量にも測量士に属せず、土木量に止まった。すぐに土木量は大倉省に移管され、そこで基礎改正に伴う国土測量事業の創設を待った。1874年1月、 大倉省土木寮と公部省測量師が内務省に移管され、小林は1月の間土木寮にいたが、同年2月、部下30数名と共に測量師に転任。旧公部省測量師職員を排斥し、測量師の主導権を奪うも、内務卿・大久保利道の全国測量事業の縮小と廃止により、気象観測に活路を見出すことになる。 同年8月、測量士は独自の目的を失い地理量の量地化に縮小され、地域開発のための用地測量と基礎改正に伴う緊急測量に借り出され、1877年には地理局測地化と解消。小林和友は岩橋教唱、麻沼次郎、立木清彦、鈴木和原と共に同局に在籍し、地理局測地化庁、 地理局第四部観測課長兼調査編で課長を歴任した。1886年には、三浦清俊、新荒井久之助ともに、海軍艦将大の経度決定を担当した。気象業務では、速攻所の増設、暴風警報の天気予報の創業などを行い、後に、母親戦争で行動を共にした荒井久之助の後を受け、1891年、 第2代中央気象台長に就任した。ありがとうございます。